君が誰を選ぼうと関係ない。信じて待ってみるわ。私は伝えたよ。まだやり残したことがたくさんあるんだ。これでやっと言えそうです。この6人でずっとこのままの関係でいられたらと分かってる。だが答えを出さなければいけないと思う。映画「五等分の花嫁」